はい、皆さん、こんにちは。タクシーチャンネル、健太です。本日は、こちら。アプリ配車、どれが強いの？っていう話ですね。とか、アプリ配車って、どういった武器なの？とかですね。タクシードライバーにとって、アプリの配車料ってすごく重要なのかっていうところの問題点についてですね、話していきたいなと思います。ふとですね、やっぱり最新の情報ツールである X ですね、見ていたら、こういったツイートが流れてきました。なるほどと、一理ありますね。ちょっと最後のところはですね、本当にこれはですね、私もそう思っていて、年々、そういったですね、IT ツールとか Web ツール、あとはですね、スマホ等が普及したことによって、タクシーを呼ぶツールっていうのも変わってきてはいます。で、そういった時代の変化もありますので、現場目線でですね、そういったところ、どんなの、どういう、実際どうなのっていうところですね、お話ししていきたいなと。思っています。このツイートに対するですね、私の考え方というのも最後にちょろっとですね、お話しさせていただけたらと思っております。いつもですね、こういったものありがとうございます。できることは引き続き精一杯ですね、やらせていただこうと思っています。はい、それでは本編入っていきましょう。アプリ配車についてです。今日はですね、話すこと、いくつかありますけども、最初は結論から言いたいなと思います。皆さん知りたいのはですね、おそらくこれだと思うんですよ。強いアプリってどれなのとかですね。結局、なるとかですね、稼ぎやすいアプリどれなのっていう話だと思います。で、それでですね、その現場にいるとどのアプリがすごくなってるなとか、どういったアプリが、例えば長距離出やすいなとか、どういったアプリがこの時間でこういったお客さん乗ってきやすいなっていうのは、わかるわけですよ。ただ、それをですね、すべて言ってしまうと、各社ですね、いろんな、あれがありますので、ここではですね、そのアプリの強さっていうのをね、自分で見分けるコツっていうのをですね、お話ししていきたいなと思います。これから仕事を探している方向けの話です。で、アプリのその強さっていうのは何で見つけるかというとですね、私はこういうのがいいのかなと思います。利用者数、ユーザー数の多さっていうところの比較ですね。アプリっていうのは、使う方が利用者じゃないですか。タクシー乗りたいよっていう方。アプリのタクシーを提供する側っていうのは契約している事業者ですね。タクシー会社になります。で、結局その契約している会社によってそのアプリが異なるわけなんですが、アプリの強さを知るためには、この利用者数の数を調べるといいと思います。で、ウェブで調べるとかっていうのはね、いろいろね、やっぱこう、主観とかね、正しくない情報とかも入ってくるので、私はあんま良くないかなと思ってて、アプリに関してはダウンロード数ですね。私たちも実際使うときにですね、ダウンロードするじゃないですか。例えば、S ライドアプリとかですね、Go アプリ、Uber アプリ、Didi アプリってあったとして、それぞれですね、こうやってこう見てみる。で、自分たちが使おうとしたときに、じゃあ何件ダウンロードされてるのかなとか、何件評価が入ってるのかなとか、どんな評価されてるのかなとか、そういったところで判断できるのかなと思います。タクシーの会社選びでも、このアプリを何を搭載しているかっていうのは、結構一般的にですね、皆さんしっかり気にしているところのポイントのかなり大きい部分だと思います。なので、自分がですね、利用者として使うときに、どれだけの人がダウンロードしているのかなとか、どれくらい CM 流れているのかなとか、そういったところも気にしてみてですね、考えてみるといいのかなと思います。それと、やっぱ利用者数と契約者数も結構大事だと思っていて、利用者数が少ないのに契約してる会社とか台数が多いってなると、やっぱ1台あたりのなりってすごく少なくなるじゃないですか。そういったところも非常に考えた方がいいなと思ってます。さらにですね、ヒントを与えるとすると、東京交通新聞っていうタクシーとかバスとかの、タクシーかの業界誌があるんですけど、そこにですね、無線、各ブランドごとの無線配車数って載ってるんですよ。例えば、帝都自動車さんは、月に何回、1台あたり何回になってたみたいなんですね。載ってたりするので、そういったですね、情報基地を少し調べてみるっていうだけで、かなりですね、精度の高い情報にアクセスすることができるのかなと思っています。ただですね、私はこの東京交通新聞っていうのも見てるんですが、ここに書いてあるですね、この無線の数字っていうのは多分ですよ。違う。これはどういう集計をしてるか、全然私はわからないんですけど、その集計方法とかも書いてないんですよ。集計方法書いてない中で、この数字っていうのは多分この会社は違うし、この会社かなり持ってるし、この会社は意外と少なく書いてるなとかっていうのは思うんですよ、私からしたら。今やですね、配車アプリとかですね、無線の本数がですね、全営業の半分に迫るっていうふうな、人たちもいる中で、やっぱこういったですね、この無線とかアプリの強さっていうのはすごく気になるポイントだと思うので、
会社選びする際にですね、一般的に非常に大事な考え方になってきますので、この辺もしっかり見るようにしてほしいなと思っています。はい、次ですね。次はアプリ会社って営業ツールの中でどれだけ重要なのっていう話をしていきます。まあ、これは結構単純にですね、アプリ会社の、まあ、量っていうのもあるんですけど、どの時間帯にアプリ会社が多いのかっていうと、特に朝と昼ですね。朝だと、やっぱりこう通勤でなかなかタクシーが捕まらない時間帯にアプリに呼びたいよねっていうのあるじゃないですか。で、昼もですね、例えば家とか、なかなかタクシーが通らない場所からアプリで呼びたいよねっていうのがあります。逆にですね、夜っていうのはあまりアプリ会社というよりも、会社の無線とかですね、流しといった力の方が強くなったりはするんですけど、この朝と昼を結構割と固く取れていくっていうのがアプリの特徴だったりするので、こういったアプリが強めの会社に入ると、朝と昼ですね、アプリである程度お客さん固く取って、自分でこう探すわけではなくて、アプリに探してもらって、ちょっと体を温存するみたいな戦い方とかですね。その体力とかですね、集中力の計算をすることで、夜しっかり集中して取り組むことができるっていった仕事の仕方をする人もいます。ただですね、流しとか付け待ちがかなりレベル高いドライバーになると、正直、アプリでフルで鳴り続けているよりも、そっちの方が稼げたりですね、効率のいい営業するっていう方も正直多いかなと思っています。ただこれからの方がですね、入社されるにあたって、やっぱアプリがあるっていうのは、やっぱいい補助道具というかですね、売り上げ上げるためのいいツールの一つだと思うし、アプリの方がやっぱりこう緊張する時間が少ないというかですね、ある程度こう、マップ見ながら迎え行ってとかっていうのができるので、すごく運転に慣れるまでの間も結構いいのかなって私は思ってます。はい、それで次ですね。一番最初のツイートにあったこの考え方についてですね。アプリ会社は稼げないけど、タクシードライバー稼げるんだっていう自負を忘れるなっていう話ですね。今の時代だと、例えばアプリがならないとどうしようって思ってる、その迎車専用系のドライバーとかですね、そういった方って多いと思うんですよ。自分の収入をアプリに投げてしまってるっていうとこですね。私はあんまりそれ昔からですね、まあずっとその動画見ていただければわかると思うんですけど、私自身がですね、しっかり迎車専用車の導入期に私がその会社に行って乗ってみて、まあ気づいたことだったりもしてて、それを結構言ってはいるんですよね。これは、確かにありっちゃありなんだけどって、集客を全部丸投げしてしまってる、お客さんを取る行為っていうのを丸投げしてしまうと、まああんま良くないんじゃないって。ただ、アプリ側であれなんですよ。やっぱりこう、車がいない、行ってくれる車がいないとか、ドライバーがいないってなるとアプリ側稼げないので、そこの、こっちの自負を忘れるなっていう、こういったツイート。っていうのは確かに一理あるなと正直思います。で、私が思うに、やっぱこっち側もこっち側でね、今まで取ってきたスキルっていうのはやっぱ学ばなきゃいけないんですよ。で、磨かなきゃいけないし。で、もちろん5年、10年とかってやってる方はですね、まあ私もそうですけど、今までのスキルの延長線上に今のツールっていうのが見えてると思うんですけど、これから入ってくる方っていうのは、今までのツール、例えば流し営業とか付け待ちよりも先に、やっぱ傾斜の方が、すごく楽だし、安全にお客さんを見つけられるし、手っ取り早く、売り上げにつながるので、やっぱそっちがいいなって思う人もいるとは思うんですよね。ただ、タクシードライバーって本当に100年ぐらい、そういったですね、ずっと稼ぎ続けてきた業界ではあります。その、まあ、流れのですね、まあ、今、本当、たかが2年、3年、4年っていう感じじゃないですか。もちろん、将来ですね、こういった配車の全盛期だとか、いろんなですね、新しい働き方、新しいお客さんの取り方、新しいお客さんの探し方、もちろんそのお客さんの乗り方も変わってくるとかね、例えば介助とかね、介護とか、サービスとかね、そういったこうお話だとか、まあ、いろんなね、社内で物を売るとか、そういったいろんなことが出てくる可能性のある業界です。もちろん他の業界だってどうなるかわかんないですしね。そういった中で、配車っていうのを新しいツールの一つとして面白いなと思って、扱っていただけたらいいなと思うし、その中で今までのですね、営業スキルの最重要なところ、特に流し営業、で、付け待ち、専用乗り場等を使ったですね、高単価営業とか、やっぱ夜の、繁華街の高単価営業とかっていうところは、しっかりですね、やった方がいいなって本当に思いますね。もちろん、そのタクシーっていうのはですね、本当に我々が運転して、で、お客さん乗せて接客して、運んで会計するまでが、まあ自分で一人でやる仕事じゃないですか。そういった泥臭い、現場の仕事がないと回らないっていうのはもう間違いないことなんですよ。ただし、その集客っていう面はものすごい大事なんですよ。集客がないと結局お客さん乗せられるって行為ができないので。で、ここをその全て、迎車のアプリとかに任せてしまうっていうことの、まあ、危険性というか、その替えの効かない感じ。
で、自分が稼げなかった時に誰のせいにするのかって言ったらアプリのせいになっちゃうじゃないですか。だからそういったところのつまらなさとか、ストレスの多さっていうところも、まあ、よく考えてほしいなと私は思っています。なので、営業ツールの多様さっていうのはすごく大事で、多様な営業ツールを、まあ、一つずつですね、極めていくことで、そのすごく面白さっていうのを感じる仕事なのかなと思ってはいます。まあ、このね、求人の時に分かりにくくて、やっぱなんか不安だから、こう、ね、もう芸者ドライバーに流し、怖いしっていう感じになってしまうんですけど、まあ、それはそれでいいけど、まあ、タクシーじゃないよねっていう感じで、ハイヤーに近いよねっていう感じの仕事なので、ちょっとここですね、線引き、難しくなってきてます。ここしっかりですね、働き方とかっていうのをよくよく調べて、自分で判断するようにしてほしいなと思います。芸者専用とかだと、どっちかというと私、固定給の仕事の方がいいと思ってます。途中で宣伝です。タクシーの無料転職相談を概要欄、LINE から承っております。実際にあっての転職相談も可能です。ゲンタ経由での転職成功者には、デビュー後も営業サポートに入っています。今、営業サポートに入っている方のデビュー後3ヶ月目のですね、平均月収は55万6千円です。営業サポートにより基礎がマスターできるので、初動からですね、高い売り上げが期待できます。月収の根拠、内訳や転職相談に関する詳細は、ぜひ概要欄からご覧ください。それでは動画の続きをどうぞ。はい、最後はですね、会社選びとアプリっていうところでお話ししていきます。その会社選びっていうのはね、なかなかこう、いろんな要素があって、まあ難しいんですよ。私がですね、こうざっと見ただけでも、まあこれくらいはね、パッと思いついただけでも、この項目は見た方がいいよねっていうのをバーッとこう今上げてるんですよ。この画面にちょっと見てほしいんですけど。これくらいはまあ見なきゃいけないかなと思ってて、私はもちろん見てはいる。各社についてね。こういったね、相談とか受ける立場なので、見てはいるんですけど、まあ、かなり難しい。で、その会社がどんなアプリつけてるかとかっていうのは、私ね、まあ私はこう見てればわかるというか、わかるんですけど、これからの方がこう探されるときにどういう探し方したらいいかなって、面接でもちろん聞くはいいんですけど、その前に知りたいじゃないですか。それのポイントをお伝えしますね。例えば面接で行きたい会社とか気になった会社とか、まあエージェントさんがこうお勧めされた会社あるじゃないですか。で、そういうのを面接行く前に Google マップで調べてみるんですよ。で、その会社出てくるじゃないですか。で、その画像を見てみるんですよね。会社の中の車の画像。そうすると車の、横にですね、シール貼ってあるじゃないですか。搭載してある車両の広告のね、コマーシャルっていうか、広告のシールですね。ラッピング。あれ、タクシーラッピングなんですけど、そのラッピングを見ると大体その会社がどこのアプリと契約してるかっていうのがわかります。で、これね、そのラッピングが例えばね、Go だったからって言って Go だけ入ってるとは限らないんですよ。いくつか入ってたり、例えばね、Go と Uber 入ってたり、Didi も入ってたり、実はね、買収されたばっかりで S ライドのラッピングしてるんだけど、Go が入ってるとかね、Go のラッピングしてるんだけど S ライド搭載してるとかっていう会社もいろいろあるんですけど、まあ、基本的にはこのラッピングで判断できたりもするので、実際ですね、まあ見てみてほしいなと思います。そういったところもですね、まあ見てみると、まあ、どういった視点で会社選びしているのかとかですね、どういった視点でお勧めされたのかっていうのもなんかだんだん分かってきたりするんですよ。で、こんなのはですね、やっぱりタクシー業界に入って3年ぐらいですね、やるともう大体分かってきます。自分の会社がどういう会社なのかっていうところですね。の時に、まああまり後悔しないようなですね、選択してほしいなと思うし、今の時代だったらちょっとね、考えて、ちょっと足を動かして、それだけで、すごくですね、こういった会社選びっていうのも、アプリと一緒にですね、まあ楽になってくるのかなと思うので、ぜひこういったですね、動画で、まあヒントを得たことを、活かして、いい会社選びとかですね、いいタクシードライバー生活を送ってほしいなと思っています。はい、本日はですね、配車アプリ、タクシーの配車アプリについてのお話でした。結構ですね、この配車アプリによってですね、タクシー業界というのは、まあ、割と激変期にありますし、配車アプリの陣営っていうのも大体決まっていて、その配車アプリによってですね、この営業ツールの豊富さっていうのも大体変わってきてあります。もちろん、その会社選びっていう点で、配車アプリっていうのは一般的に非常に大事な視点ですけど、これだけでは決まらないっていうところ。まあ、最後に会社選びってバーって並べたじゃないですか。まあ、こういったところで、総合的にこう判断していくところになりますので、配車アプリだけってなると、またそれもそれでね、なんかこう残念な感じになるし、まあそれ以外で配車アプリが全くないっていう会社も、まあそれはそれでまたね、まあ総合的な視点で会社とか選んでいただけたらいいのかなと思います。まあアプリ配車っていうのは非常に強いですね。営業ツール一つなんだよっていうところは覚えていただきたいなと思いました。
本日はこちらで動画は以上となります。よかったらですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。